じゃまずはじめに名前をお願いします。 TBS アナウンサーの古田敬郷と申します。ありがとうございます。ありがとうございます。司会を担当してみていかがでしたか？はい、今日はこの番組が始まったきっかけを皆さんにお伝えしたんですが、この子どもたちに希望を与えるというきっかけで始まった番組ですけど、今日第1部、第2部、第3部を通して子どもたちから逆に勇気と希望をもらった気がします。本当に励まされて司会を終えました。ありがとうございます。古田さんのおかげで、はい、ツイッターのフォロワーが40人も増えたみたいなんですけど。40人も増えたんですか？はい、開始がね50人でしたから今90人ですよね。今のお気持ちをお伺いしてもいいですか？ほんの少しですけど貢献できて嬉しいです。でもこの70年続いているこの子ども音楽コンクールのパワーだと思ってるんで、これをまずは100人、そして200人、300人とファンの方を増やしたいと思います。今日は素敵な歌声をありがとうございました。本当に皆さんの歌声に胸を打たれました。引き続き素敵な歌声を磨いてください。これからも頑張ってください。応援しています。